はい、どうも、ホソビーです。さあ、今日はね、iPhone のね、買い方についてちょっとお話ししていこうと思うんですけれども、まあ、キャリアで購入されている方ね、かなりいらっしゃると思います。で、その中で、スマホを返す系、iPhone を、例えば2年使って、返す代わりに、残りのローンをチャラにしますと。で、その代わりまた機種変更しますよっていうね、まあ、こういう返す系の買い方をしている人は特に注意なんですが、これってですね、本当に得なのか、そうじゃないのかっていうところをお話しするとですね、2年ごとに買い替えるということをしない限り損をしてしまっている可能性があるよというね、まあ、こういうお話です。で、今日はまあコメントでもあったんですけれども、この買い方抜けたいんだっていうね、まあ、こういうお話もあったので、まあ、それについてね、今日は深掘りしていきたいと思います。ということで本日も行ってみましょう。ホソピーチャンネル。はい、ということで、まあ、このね、返す系の買い方は、一見すると、なんか安くね、思えるということで、勘違いされてる方いるんですが、すべてを払った場合には、そもそもキャリアの iPhone の金額ね、例えば iPhone 12 Pro の金額と、Apple Store で購入する金額、どっちが安いんですかっていうと、Apple Store なんですよ。Apple Store で買う iPhone の金額っていうのが、まあ、一応基準になっていて、まあ、キャリアで同じ金額で売ってたらね、やっぱりね、元取れないじゃないですか。ですので、Apple Store の金額よりも全てのキャリアにおいて高い金額で販売しているっていうところ、まずこの事実をしっかり受け入れた上で、表向き月の金額が、まあ、抑えられますよと、で返すことで、これしか払わなくていいですよっていう風に見せているというのが、まあ、この返す系の販売戦略と。で、これの注意点としてはですね、2年ごとですね、最短で返す時期で、もう買い替えるっていう、これをやり続けること、まあ、サイクルを回すことによってユーザー側が、まあ、得をすることができるっていう、こういうプログラムになってますので、今年はちょっと iPhone スルーしようかなとかね、まあ、こういう風にしちゃうと、このプログラムで回す意味がなくなってきちゃうので、そこは注意してください。で、各キャリアごとの、まあ、特徴っていうところね、ちょっと触れていきたいと思います。で、まずね、ちょっとドコモから見ていきましょうかね。ドコモはスマホお返しプログラムというね、まあ、こういうネーミングになってます。で、基本的に支払い回数としては36回払い、まあ3年なんですよ。3年でね、ローンを組んでいって最大12回分の支払いを免除ということで、1年分の支払いを免除することができます、最大でね。ですので、2年で買えないとその最大の支払い免除にすることができませんから、じゃあ11回になっちゃった、10回になっちゃったって言ったら、その分ね、ローンを払っているっていうことになるので、例えばね、新型の iPhone 買いたいなって言ったら、なるべくね、発売日に合わせて買いたいでしょ。で、そこがうまく合っていれば、最大12回分の支払いを免除しつつ新しい iPhone も手に入るよっていうことなんですけれども、まあ、買う時期っていうのがね、発売日に買ってればね、まあ、ちょうど合うとは思うんですけれども、まあ、そういう感じになってますから、最大12回分の支払いを免除したい場合にはね、2年でこのプログラムを使って買い替えるっていうね、こういうことをしないといけませんということです。で、これまあ共通でですね、スマホを返す系のお話で、例えばじゃあこれをまあ返しますと。まあこれ古いのちょっと持ってきたけど、5S です。で、まあたまたまこれ画面バキバキじゃないし、綺麗になってるんですけれども、よく見るとですね、傷があるの分かります。こういうところとか。はい。こういうふうに傷がついていたりとか、あとはスイッチ類のところもちょっとね、はい、腐食があったりとかします。でもまあこれぐらいであれば下取りの条件を満たすので、まあ全く問題ないとは思うんですが、画面バキバキですと、電源入りませんと、水に落として水濡れになってますと、まあ、こうなってくると、追加でですね、2万2000円を支払わないと、まあ、受け取ってもらえないと、まあ、それだけの価値がないよっていうふうに判断されてしまうので、まあ、こういうデメリットもあるというところはね、注意しておかなければいけないということですね。で、次はソフトバンクの話です。ソフトバンクは特するサポートっていうのが、この返す系プログラムの名前になってるんですけれども、これって48回払い、4年の分割を組んでですね、最大24回分ね、2年分の支払いを免除することができるということになってます。で、このね、ソフトバンクのところがね、特に注目したいんですけれども、ちょっとこれご覧ください。はい、これソフトバンクのホームページに出ておりますけれども、24回分の機種代金お支払い不要で、お支払い金額、まあ、色がついている数字でですね、75,960円という数字出てますけれども、あたかもこれ iPhone 12 Pro Max の、128GB、 これがですね、75,960円で買えてしまうかのような錯覚を起こしてしまうんですけれども、これって端末が綺麗な状態で、まあ、2年間支払ってで返すと、
まあ、こういうことが条件になってます。返さないと成り立たないんですよ。で、返すだけでチャラになるって思ってる方いると思うんですけれども、端末を返した上で、なおかつソフトバンクで、同プログラムを使って新しいものにしないといけないということになってますから、は実質ですね、キャリアの2年縛りのようなものになってますから、それを勘違いされてる方もいらっしゃるので、そこは本当に注意した方がいいです。で、しかもこの機種代金って151,920円、これが総支払い金額になっているんですね。で、これ Apple Store で同じものを買った場合にいくらで買えるのっていうと、129,580円で買えます。22,340円、ソフトバンクは Apple Store よりも高い金額で売ってるんですよ、そもそも。それをこういったですね、得するサポートっていうネーミングでですね、まあ支払い金額をうまく免除するとか、あの端末返せばね、大丈夫ですよっていう風にしてるんですけれども、要はそれ残価を高くするということによって、まあうまくこうね、販売金額を上げているということになるんですけれども、まあこういうからくりあるので、月額安くなるからといって、まあこういうプログラムに乗りますと。まあキャリアもおそらくこれをまずおすすめしてくると思いますから、まあ、それで購入するとですね、結果的にじゃあこのプログラムを使わないで他に抜けたいと、他のキャリアに移り変わりたいっていう場合にどうしたらいいのっていうと、機種代金を結局全額支払わないと他のキャリアには抜けられないということになってますので、まあ、22,340円、 Apple Store で買うよりも結局高い金額を払うことになって、やっと抜けられるということになってますので、この得するサポートとかお返し系のプログラムって、まあ同じキャリアで2年ごとに買い替え続けるというところで成り立つ話というところになってますので、勘違いしないようにねしてください。で、次 au の場合というところで、 au は替え得プログラムという名前になってます。 au はね、一番複雑ですね。あのドコモとソフトバンクに関しては、まあ同じような感じで支払い回数が違うよというところだったんですけど、 au はですね、ちょっとこの表をご覧ください。見ていただいて分かる通りですね、パッと見よく分かんないなと。同じような金額をずっとこうやって払っていってるんですけれども、これそもそもですね、残価を40% 残して、残りのその 60% の代金を2520円という形でですね、23回払ってのかな。で、最終回の支払い金額が 38,640円という風に、ちょっと下の方にね出ていると思うんですけれども、まあこれをですね、まあさらにプログラムを使わなかった場合には24回払いに分割して払い続けるっていうこともできるし、プログラムを使ってその残価分ですね、 40%の支払いを、まあ、不要にするっていうこともできるというところなので、ドコモでいうところの、まあ、例えば12回分がチャラになりますよとか、ソフトバンクみたいにですね、24回分がチャラになるとかっていうような感じとはちょっと違うと。残価分を4割とか、まあ、機種ごとにもしかしたら変わってくる可能性があるんですけれども、まあ、その残価分をチャラにしますと、 40% 分チャラにしますよみたいな、まあ、こういう感じになっているというところで、今聞いただけでも au ちょっと分かりにくいですよね。まあ、こういう風になってますので、 au の買い得プログラムに関しては、まあ、特にね、要注意かなというところですね。で、まあ、まとめるとですね、全てにおいて、もう繰り返しになるけれども、同じキャリアで機種変更をして、なおかつまたこう分割のプランを組みますよ、まあ、これをこう繰り返してやることによって、まあ、2年に1回新しい端末になりますと。で、その分支払う金額が、まあ、少なくなるけれども、他のキャリアに移りたいとか、ちょっとプラン変えたいなっていう時には、高い金額を、まあ、全額支払わないと終わらないよっていう風になってますので、そこはね本当に注意していただきたいと思います。まあこれからね、新しい新型の iPhone が、まあ、出るっていうところでですね、どういう風にね買おうかなって考えてる方結構いらっしゃると思うんですけれども、まあこういうからくりがあるんだよというところで、まあ今ね、例えばアハモとかポボとか、LINE もとかね、あとまあ UQ モバイル、Y モバイルとか、いろいろな安くてお得なプランが出てきている中、まあ何が何でもこうキャリアで縛られるっていうね、こういう買い方がお得なのかどうかっていうところを、まあ疑問に思ってこう見直し始めてる人もいると思うので、まあそういった方はね、ぜひこの動画でですね、ちょっと改めてね、見直してみるっていうのもね、一つかなと思います。細Pチャンネル。はい、ということで今日はね、まあ新型 iPhone 発売前というところで、 iPhone の買い方、まあキャリアでの買い方っていうところね、まあちょっと見つめ直してみたらいかがかなというところで、まあ若干水を差すような動画になったんですけれども、まあ結果的にですね、私が今一番シンプルでわかりやすいのは、端末 iPhone は Apple Store で買ってくると。
ね。で、Apple Store で買ってくると一括で買わなきゃいけないって思ってる方もいらっしゃると思うんですが、今、ペイディの、後払いっていうプランとか、まあ、3回ぐらいに分けて払うよとか、あとは、まあ、Apple の、オリコローンですね。12回払い、そして24回払いとか、金利はね、ゼロのキャンペーンやってますから、ただ単に24回で分割した金額を払い続けるよと。まあ、ローンの審査はありますけれどもね。まあ、こういうね、買い方もできますので、まあ、そうすると、端末は端末だけ買ってきますと。で、自分に合ったじゃあ契約のね、 SIM カードはアハモにしようかなとか、まあ、今年はちょっと Y モバイル安そうだから Y モバイルね、学割とか狙ってみようかなとか、あとは楽天ですよね。楽天モバイルは1ギガ未満にすればね、維持費0円ですからね、こういうね、SIM カードと組み合わせて、ちょっと使ってみようかなとか、まあ、こういうことができるので、まあ、キャリアの購入というところに関しては、基本私もお勧めしてないし、キャリアでね、唯一、お得になるパターンって、一括1円とか10円とか、8月ずっとやりましたけれども、iPhone SE ね、投げ売りになってる時とかは私もキャリアで買うんですよ。その時以外は、基本買わないので、まあ、それってどういうことっていうと高いということになってますので、まあ、改めてね、ご自分の買い方、まあ、これね、このお返し系のプログラム自体を全て全否定してるわけではないんですよ。もうキャリアを変えるつもりはないと、ずっと au 使うんだと、ずっとドコモ使うんだと、まあ、これ決めてる人に関しては別にこの買い方がね悪いわけじゃないけれども、ただなんかね、気が変わった時に変えたいってなった時にはちょっと多めに金額を払わなきゃいけなくなることもあり得るんだというふうに、まあ、解釈していただけるといいのかなというところです。はい、ということで本日ちょっとね、込み入ったお話しましたけれども、新型 iPhone までね、本当にもう楽しみと、カウントダウン状態になってますので、皆さんはですね、こういう料金プランっていうところも見直していくといいのかなというふうに思います。ということで、今日の動画役に立ったと思った方は、ぜひね、高評価とチャンネル登録の方もお願いいたします。まあ、新型 iPhone 出たらね、私のチャンネルで、まあ、全機種の iPhone 買ってですね、ガツガツレビューやっていきたいと思いますからね、ぜひチャンネル登録してお待ちください。ということで本日の動画は以上で終わりにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。